JR 芸美船のビンゴショーバラと備中工事路間の損廃を話し合うために国が設置する再構築協議会について広島県は対象区間の自治体だけでなく広域的な観点から幅広い議論をしたいと要望していましたこのため中国運輸局は芸美船沿線の広島市など3つの市に今日までに協議会への参加の意向を聞いていましたが回答期限となっていた今日。 広島市と三好市は参加する意向を伝えました広島市の松井市長は公共交通は広域都市圏の人、物、金、情報の交流を確実なものにするために不可欠な手段とした上でしっかりと議論していくことが重要とコメント三好市の福岡市長は再構築協議会で行われる調査・実証事業は芸美船の利用促進につながると考え 構成員として協議に加わることが有益であると判断したとしています。一方秋田方氏は JR から要請のあった区間に該当しないため参加しないと今月11日に回答したということです。沿線自治体の回答を受け JR は。 を含めた実行強行交通の在り方と言いましょうか持続可能性も含めてあのこう議論がさらに進んでいくんではないかなというふうにこう期待をしております協議会をめぐってはすでに広島県や小原市など沿線の2県2市が参加する意向を伝えていて運輸局は早ければ今年の内にも協議を始める方針です